Watch! お気をつけなせ。沼には怪物がいる。霧の中に入れば二度と帰れん。その怪物について話してくれ。自分で見たのは一度だけだ。遠くから夕暮れ後にな。最初は人だと思った。だがそいつが振り返ると目は炭のように燃え、顎には牙がびっしりと生えていた。人型夜行性か。最初に人が襲われたのはいつかわかるか。およそ2週間前、ボリンが失踪した時だ。メレクとトミルが探しに行って2人とも戻ってこなかった。震え上がったよ。今じゃ誰も沼地に入らない。だがあそこで取れるデータは一級品でな。タールのように真っ黒でいい燃料になる。ああ、分かった。だが怪物の話を頼む。ダウンウォレンに啓示を出したのはお前だな。ああ、そうだ。読んでくれて嬉しいよ。大初任に卵をたくさん渡したんだ。報酬次第では手を貸そう。もちろん。牛だってただでは隙を引かんさ。よし、そろそろ仕事にかかる。怪物はどこにいる？ここの南から探すといい。だが注意しろ。沼地には正気が立ち込めてる。目を刺し、喉を引っかく。窒息するほどひどいのがな。誰かがこの場所に幻を作り出した。爪の跡が違う。何匹かで餌場にしてるのか。そうだな。死体の痕跡がない。痕跡が魔法で隠されてる。面白いな。これは普通の霧じゃない。鉄のような匂いがする。
武器を抜く時間すらなかったか。どうやら不意打ちを受けたようだな。相手はフォグレットか。幻に隠れているな。幻だ。どうなった？霧の怪物は始末したぞ。みんな喜ぶぞ。今夜はお祭り騒ぎだ。報酬を渡すよ。受け取れ。じゃあ元気でな。